しっかりオイルをつけることで今っぽく仕上がるのでおすすめです。皆さんこんにちは、ヘアサロンメルのアンジーと申します。本日は記入所の 32mm のカールアイロンを使って韓国風のヘアアレンジをご紹介していきたいと思います。はい、まずは髪の毛を適当に束を取って下側にワンカールします。強めに巻いてあげてください。こんな感じです。その上を内側にくるっと、ここが S 字になるように巻いてあげます。こんな感じです。これを全部作っていきます。後ろの方の毛は巻きづらいのでちょっと前に出して巻いてあげます。この上を指で挟むとやりやすいです。で、この上のここの部分ですね、ここを挟んだら上から押さえるとこのように綺麗な波ウェーブを作ることができます。で、一番後ろの毛は髪の長さにもよるんですけれども巻きづらいと思うので前に出してあげて、できなかったらワンカールでも大丈夫です。前に引っ張ってきて、この時首に当たってやけどをしないように気をつけてください。こんな感じでカールがしっかりついていれば大丈夫です。反対側も同じようにやっていきます。こんな感じでまず外を内の波ウェーブが2段できました。そしたら次に耳前で髪の毛を分け取ります。そしたらこの耳前の髪の毛をちょっと上に上げて、この辺からコテを入れます。外側に巻きたいので傘の方を前にして、このまま下側にくるくるっと巻いていきます。こんな感じです。反対側も同じように耳前の毛を分け取って、この時ちょっと横に引き出すのがポイントです。で、こうこの辺りから挟んで、この前髪の横の短い毛を下側に巻きます。この前髪の横のちょっと長い毛です、毛を取って上から固定を入れてもっと流すように、こんな感じで巻きます。できました。では仕上げのオイルをつけていきたいと思います。今日使うのはこちらのミニのオイルです。オイルを2プッシュぐらい出して、手全体に伸ばします。では毛先からつけていきます。揉み込むようにカールが崩れすぎないように気をつけながらつけていきます。後ろもしっかりつけてきてください。しっかり毛先にオイルがついたら顔周りからほぐしていきます。
顔周りにしっかりオイルをつけることで今っぽく仕上がるのでおすすめです。できました。こんな感じで完成です。工程としてはすごく簡単にできますので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。